はい、始めまーす。ですね、まあいいか。人間がいます。人間がいます。生活してます。ここにも人間がいます。生活してます。人間がいます。生活してます。そう、一人一人の人間が生活している。この総まとめにした生活している人間の集団のことを社会と言います。社会、まあ人の集まりのこと、うん、でね、ここに自分がいます。自分は社会の一部です。ってことはさ、自分を幸せにするってことはさ、社会の一部を幸せにするってことじゃん。だから自分を幸せにするっていうのは社会を幸せにしてるのと同じことになるんだよ。うん。だからよく自分のことばっかやってることに罪悪感を感じたりするでしょ。まあするでしょうじゃなくて、する時もある人がいるでしょ。そんな時はさ、私は社会を良くするために自分を良くしてんだと思えばいいんだよ。だってそうじゃん、自分も社会の一部なんだから。うん。自分が不幸になったらさ、社会も不幸、社会の一部も不幸になるってことだからさ、社会に悪影響を与えてることになるじゃん。うん。だから自分を幸せにするってことはすごくいいことなんだよ、社会にとって。うん。で、自分が幸せになることによって、またそのあなたを見て幸せになる人がこうやって増えていくじゃん、影響されて。あなたの笑顔を見て、その笑顔が映ってくじゃん、周りに。うん、ハッピーな気分になれるじゃん。だ、結局は自分を幸せにすることで社会が良くなるんだよ。うん。だから罪悪感を感じずに、どんどんね、自分が好きなこと、自分がやりたいことを自分にやらせてあげて、どんどん幸せになっていってください。うん。罪悪感感じる必要がないから。もしなんだろう、自分のことばっか考えてダメかもしれないと思っちゃった時は、いやいやいや、私は社会のために自分を幸せにしてるんですって思ってみてください。はい、以上です。